1番新潟加瀬かな子、2番福岡大久保佳林、3番が1中野咲、4番広島戸田美代子、5番京都坂口風花、6番兵庫亀川文香、7番東京石井貴子。以上のメンバーによる対戦です。先頭員は生田博人選手が務めます。加瀬かな子、大久保佳林、連日スピードあふれる走りを見せています。加瀬かな子は状態を起こしました。亀川文香、石井貴子、この両者も優勝実績があります。先頭員伊豆田博人選手、今4コーナーを回るところです。まもなくのスタートです。5コーナーになりました。第10レースガールズ決勝戦スタートしました。まずは飛び出したのは6番亀川文香、その外から7番の石井貴子、石井貴子が前を取りました。2番手に6番亀川文香、3番手1番加瀬かな子、2番大久保佳林、4番戸田美代子が車を下げていきます。3番中野咲がいて、5番は坂口風花最後尾。先頭は3コーナー、7番石井貴子。2日間気持ちの入った全力の自力勝負でした。2番手にいるのは6番兵庫亀川文香、自力主体にしっかりと展開も読んでいくクレバーな走りも見せた昨日のレースでした。亀川文香、3番手に1番車新潟加瀬かな子、ここでデビューしてもう5年が経ちました。ここまでの優勝回数は40回、平塚3度目の優勝を狙います。4番手からは2番車福岡大久保佳林、初日はもがきました。昨日はまくりで勝った2番車大久保佳林、2度目の優勝を狙います。続いて3番車は愛知中野咲、昨日は一番後ろから先に仕掛けたんですが加瀬かな子に合わされたレースでした。今日も仕掛けますか。5番の坂口風花、6番手連日加瀬かな子に果敢にチャレンジしている競争でした。5番坂口風花、一番後ろが4番車広島戸田美代子、位置取り巧みな戸田美代子、今のところ一番後ろです。さあ我慢を通過します。今打掌周回に入りました。まだ誰も動かず、先頭は7番石井貴子です。2番手に6番亀川文香、1番加瀬かな子は3番手から、2コーナーからバックストレッチ、大久保佳林は4番手を追走中。まだ誰も仕掛けません。今ジャンが鳴りました。600を切って7番の石井貴子がそのまま逃げますか。4番戸田美代子が後ろから動きを見せて、外から動いたのは今度は5番の坂口風花が動いていきます。7番車の石井貴子がまだ流しています。5番の坂口風花がまだ3番手の外です。1番加瀬かな子との並走です。このまま7番車の石井貴子が逃げました。後ろは2番手6番亀川文香、亀川文香が番手から出ようとしましたが、さらにその外から1番の加瀬かな子も仕掛ける。7番6番1番この3車が並んで第4コーナー回った。先頭は7番のここは石井貴子粘る、外から1番の加瀬かな子、さらに外から2番の大久保佳林が来た。大久保佳林が伸びました。2番1番、10レースガールズ決勝戦、大久保佳林が伸びきっています。このまま確定いたしますと2度目の優勝ということになります。大久保佳林、それではリプレイをご覧ください。石井貴子、上井文香、1番加瀬かな子で3車並んだ、さらにその外から突っ込んできた2番車の大久保佳林です。そして1番の加瀬かな子が2着入線、2番1番5番のボールの通過体制、スーパースローをご覧ください。後ほどの決定放送まではお待ちください。10レースの模様でした。10レースガールズ決勝戦をご覧いただきました。松代選手